悪魔将軍の素晴らしいフィギュアをね、紹介していこうかなと思います。はい、はい、ということで、本体とね、一応これは マント、はい、になります。はい、じゃあとりあえずねこっちを開けていきたいんですけれども、今回は普通には開けれません。ちょっとね特殊な、フィギュアなんでね、ちょっと指紋をつけちゃやばいんでね、これをまずゴム手袋はめてやります。はい、はい、ということでね、ゴム手袋はめ終わりました。はい、これでね、このフィギュア開封していきたいと思います。はい、じゃあまずね、マントはちょっと置いといて、はい、こっちのね、本体をね、見ていきましょう。とりあえずねこれ箱から、ちょっと開けていきます。はい、で一応ねこれ箱、普通にね、二重通貨この黄色のねもうすごい仰々しいやつはね実は普通にこうやってカポってこう下にスライドできます。はい、そうするとねワオワンダフルヒューマンライフすごい1000個限定、まあ、1000個限定って言ってもね、カラーリングが4種類くらいあって4種類ぐらい、5種類かなあるんで、だいたい1種類が、200体限定ぐらいですね。はい、で自分はこちらの原作元祖原作からっていうやつなんで、200体も1体です。はい、じゃあまずね開けていきましょう。これはすごいぜ。ああよし、おーイエス。はい、まずね、こういうのが、出てきました。はい、これはね、はい、天然ダイヤモンド鑑別所、はい、宝石鑑別所ですね。すっごいな、テーパードカットっていうね、一応、0.054 カラット 0.072 カラットぐらいですね。はい、うわーすごいね。はい、まずこういうのが入ってました。うわすごいな、フィギュアにダイヤモンドって結構贅沢やな。はい、じゃあ中、うわこれはこれはちょっとやっぱ手袋しといてよかったな。見てくださいこれやばいっしょこれ。うわますね、これは黄金のマスク、はい、黄金のマスク、ゴールドマンマスクですね。はい、うわすっごいな、金、うわすげえ。まあこの金もね、メッキですけどね、まあ重さは軽いですよやっぱり。いやと、とこれテパーツ、こっちのね、テパーツは4種類ぐらい付属してるんですけれども、こちらはね
こちらはねっつってすげえなまったけど、これねソード、剣がね飛び出たバージョンの手になりますね。まあ、一応自分はねこの手を、つけて飾ろうと思ってます。はい、反対側も同様に開いてますね。はい、まあ、それなりに重量感ありますねこれはね。これはそれなりに重量感ある。でもう一つのここに手パーツあるんですけど、こっちはね、こういうちょっとパー気味になってる、腕パーツになりますね。はい、いやーいいねが、2つ付属しますね。一応こっちはまあ、つけない方なんでそのまんましまっときます。はい、まあ、あんまねどっか引っかやってんとかフィギュアに傷ついちゃうんでね。はい、じゃあね、こっちのフィギュア出してみましょうか。どうやって出そう。一応普通のマントも付属してますね。まあ、柔らかい素材、ということでね、出してました。うわすげえメッキ、キンキラキンだね。うわかっこいいな。ここにダイヤモンドが入ってんだよ。ここにこれダイヤモンドですよ。ダイヤモンド、うおすごいね。ゆで卵、ジャパン CCP、 うわすげえ。で布のね布のね、コマントがね付属してますね。布じゃないかこれ、なんだろう、うん、まあいっかこれはどうするんだろうな。これ多分首をパンって開けて多分外せると思うんで、一応ねフィギュアの、外観はこんな感じですね。まあ、物の見事に全身メッキっていう感じでね。いやーすごいな、かっこいいわ。じゃあとりあえずねもう一つ、マントの方もね、見ていきましょう。はい、ということでねこちらが、マントになりますね、マスキュラーコレクション、シャーペンアップユアセンス、あなたはシャーペンのセンスがいいです。アウォーケンユーファイティングインスティクトアンドリフトアップユアソウ、あなたの命の炎は燃えてますかっていうことですね。ビーブライブゲットレディトゥランボ、こちらね、Be brave, get your get ready to rumble、スクランブル発進せよということですね。まあこういう感じで、書かれていますね。うん、じゃあとりあえずね、じゃあ開けていきましょう。はい、はい、ということでね、出してみました。座椅子はね、本当ね、本当のマントみたいにね、すっごい柔らかいです。革製じゃないけど革みたいな感触ですね。一応これもね全身メッキですね。メッキで拭いてますね。うん、結構こういうねシワみたいな、感じをね、マントにも表現してますね。
いや、これはこれでね、ほんとね、クオリティがすっごい高いんですよ。まあやっぱね、これ1万円ぐらいしたんでね、やっぱそれだけの価値はありますね。結構そういうね、専門の、職人にね、作ってもらったみたいですけどね、このマントも。いやー、すげえ。じゃあね、もう大体全部開けましたんで、一回ね、マントもつけた状態でね、飾ってみたいと思います。はい、皆さん大変なことをやってしまいました。降りちゃった。嘘、これもろすぎだろ。いや、ちょっとね、マントを外すためにね、あの布じゃないやつを、あれを外そうと思ったら、いきなりちょっと力を加えたらパキンってなんか変な音がしたんで見たら折れましたね。いや、ちょ待って、これどうする、これ。うわ、ショックでか。え、ちょ笑うしかないよな。もろ。いやー、慎重に扱おうと思ってたんだけどね、まさかその慎重さを通り越してのもろさ。これは皆さん注意した方がいいですよ。思っていた以上にもろいです、これ。やべえな。いや、まあ、なんとか接着剤でつけるしかねえよな。まあ、とりあえずちょっと接着剤使ってみますか。はい、もう失意のどん底にいるコズですけれども、一応ね、なんとかくっつけました。多分くっついてるのかくっついてないのかわかんないですけど、もう触れたくないですっていうことでね、一応ちょっとこう腕をつけてみました。はい、こんな感じでね。いや、すごいかっこいい、これ。めっちゃかっこいいよ、これ。剣、うわー、すごいかっこいい。いいね。いや、超かっこいいわ、この悪魔将軍。いやー、ちょっと大丈夫かな。いやー、いいね。一応ね、これ手は動きますね、これ。稼働します、これ。はい。はい、こういう風に稼働することができます。一応ね、なんか、材質的には何だろう、ここら辺はね、なんかソフビ的な感じですね。結構こう入れるとき穴がね、ちょっとソフビっぽい感じだった。で、ちょっと入りづらいんでね、ドライヤーで温めてちょっと柔らかくしてからポンとつけました。またちょっとね、壊したらあれなんでね、あんま力加えるとね怖いんで、ちょっと無難にちょっと柔らかくしてから入れました。こんな感じですね。いや、かっこいい、これ。うおー、すげえかっけー。はい、じゃあね、ちょっとね、マントつけて、まだマントをつけてないんでね、ちょっとマントつけてみましょう。はい、ということでね、こういう感じで、マントつけてみました。はい、まあね、多分これで正解だと思うんですけれども、まあ、こういう感じですね。うん、いや、すっごいね。いや、
応ねこのマントもねほんと柔らかいんで、まあ難なく装着はできましたね。はい、いやこういう感じ、うわかっけ、この角度かっけ、すげえ、やばいねこれ、いやーすごいな、後ろから見たらね、もうマントが足をつけてるだけの状態な感じですけど、まあ、一応ね、写真とかで見たら一応これが正しい感じみたいですね。はい、あら、まあ、ほとんどねこうやってパカってただかぶせてるだけなんでちょっと外れやすいんですけどね、うん、いやいいねいいね、いやーすげーかっけー、でこれだけだと自立あんましないんですよね。はい、なので、実はね今回つうかねもうずいぶん前から買ってあるんだけどね、こちら、CCP のね、専用の台座、こちらもすでに購入してます。はい、こちらはね安いですね、1000円ぐらいです。はい、じゃあねこれにつけて、前回ね、ご紹介した、UV カットのアクリルケースの中に飾ってみましょう。はい、ということでね、飾り終えました。はい、前回のね、動画でご紹介しましたアクリルケースに入れての、展示です。はい、いやーかっこいいわ。一応ね、下には、ゴールドマンマスクとね、一応後ろはね、まあどっちにしろねマントがね大半占めちゃってるんでね、あんま後ろ姿見てもっていうことで一応鑑別書を置いてみました。いやーそれによってねすっごいかっこよさがなんか増した感じですね。これ素晴らしい、いやーかっこいい、まあね、ここでね一波乱ありましたけれども、いやまあなんとかね、まあ、もう当分触ることはないと思いますけれど、はい、こんな感じでね、一応開封して飾ることができました。いやーいいね。いや30で頼んだけど結構余りができたな、うん、余裕があったな。まあちょっと大きめに作ったっていうのはあるけどね、まあその回やって後ろに鑑別書を置いておくことができましたけどね、ちょうどいいかなサイズ的には。はい、という感じでね、まあ今回はね以上で、終わらせていただきたいと思います。私にね、ちょっとでもね、同情してくれる方いましたらね、チャンネル登録ね、していただけると助かりますね。はい、まあねこういうトラブルも交えながら
私開封頑張っていきたいと思います。なので皆さん清き1登録をお願いします。はい、ではね、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。